こんにちは、速稼塾の子です。皆さん Google マップ普段使われてると思います。私もね、 Google マップかなり使ってるんですよ。というのも Google マップを使うといってもね、情報提供の方で使ってるんですよ。でもっと言うとですね、 Google マップからのアクセスアップっていうのは非常に見込めるんですよね。その一例を今日レポートが来ましたので紹介します。どうぞこれ見てください。これなんて書いてますかね。1,250万回ですよ。1,250万回私の投稿した写真が Google マップで閲覧されてるんですよね。1250万回ですよね。すごいですよね。1250万アクセス。繰り返しますけどね。はい。まあこういうふうに、あ、美味しそうな、お寿司ですよね。これね、確かね、4月15日に伺ったんで、つい2週間前の話ですけども、もうすでに1000以上のアクセスを、この写真1枚についていただいてるんですよね。それから100回桁ですか、これは。189、162、152回と。でこういうのが積み重なって、1250万回になってるわけですね。他にもこういうふうにね、ワールドスクエアの写真とかが何千回か見られてますしね。佐藤脳外科クリニックっていうのがあります。これはね、どっかあるんでしょうね、これ。そう、私も忘れました。行ってたわけじゃないんですけども、通りかかりに撮った写真ですね。それが20万回。通りかかりに通ったんですよ、これ。私まだね、このクリニックにかかったことはないんですよ。20万回見られてますね。で、その他こうやって、9000回以上見られてるものもありますし、あ、いろり。なんか、うどんですかね。これ8000回見られてますね。新地公園とホテルセンチュリー21。河合予備校。これも河合予備校もね、たまたま通りかかったんで、写真1枚すれ違いざまに撮った写真を投稿しただけなんですよ。まあ、こういうふうにね、ローカルガイドとして活動すると、写真の閲覧回数、最近の増加数、140、これなんで、ね、14万回ってことですか。なるほどね。口コミもついてると。まあ、こういうふうにね、Google の、ローカルガイドっていうので、私、もうすぐね、9になるんですよ。レベル9。で、レベル10までしかありませんから、私ももう大詰めに来てるんですよね。まあ、アフィリエイトでもトップランカーになりましたし、同じようにね、Google マップもトップランカーになってきてるなというところでございます。いやー、Google の本社の方にもね、毎年招かれてるんですけども、昨今は、今回の感染症のことでね、なかなか飛行機が飛んでないんで行けないですけどね、また、飛行機落ち着いたら、私、Google の本社の方にも行って、レポートして来ようかと思います。お楽しみに。それでは。